こんにちは、山本美術大輔社です。今日は第3章第8問ということで、まあ、一言テーマ、要するにテーマとすれば、まあ、金特化したときに、ある債務者に金貸したときに、まあ、金貸したら相手が債務者になるわけですけど、回収図するときに、債権者がいっぱいいれば、お互いの債権者っていうのは基本は平等なんだと。要するに自分 の貸してる金額のうちで割り算しなきゃいけないんだと。だけど、それが嫌だったら、優先切符というものをゲットすればいいんだけど、法律で優先切符って何でしょうねみたいなお話です。で、まあ、それはここに書いてあったか、要するに担保を取るということですね。一つは、物的担保。このものについては、ね、債務者のいろんな財産があるうちに、このものについては、私が優先する。他の人と平等ではない、債権者と平等ではなくなるという担保をゲットするか。あるいは、人的担保。保証人を取るという意味なんですけど、この保証に対してはお前らいけないでしょ。君らは保証を取ってないからいけないんで、僕はでも保証人取ったから、この保証人に対しては僕だけ優先するということで、いずれにしろあるものか、ある人、保証人という人に対し、僕は他の人と違って優先するんだという切符の種類になっています。そしてさらに、そのあるものに対して優先するね。このものは他の財産と違ってみんなにあげないよ。僕も優先回収するんだよと言った、その、優先切符、物的担保、物についての優先切符の種類について少し触れていこうという話です。はい、濃縮ポイント。債権者が債務者にお金を貸しただけではありません。まさにビジネスホームなんで、物を売って、販売代金債権を持っている。で、ところが債務者がいまいちうまく返してくれないときに債権回収をしたいとか。そうすると普通は裁判して訴えて、で債務名義って別のところでいっぱいやってるからいいですよね。判決書とか、裁判途中で判決まで行かず和解する和解書とか、あるいは最初から話し合いをする調停した時の調停、まあ調書ですけど、そういう書類をゲットする。そして、初めてそれで再び裁判所を使って、これ裁判所一回使って、再び裁判所を使って財産の差し押さえ、強制執行というのをやるというのが一般的なルートになります。もしその時に同じように差し押さえしてくる人がいると、競合したら実は平等の配分になっちゃう。平等といっても金額が平等っていう意味じゃなくて、8000と例えば4000ということで2対1じゃないですか。それに対して債務者の財産が3000しかない場合には、3000万円って1対2で分けますから、1000万円しか上の人は回収できない。下の人は8000万貸している人は2000万円しか回収できない。ということで、自分らの金額に応じて、各債権者は平等に割り算をするしかなくなる。というのが通常ルートということになってくるんですね。はい。今言いましたように、ね、4000万貸したとしても1000万しか取れない。8000万代金債権があっても2000万しか取れない。要は1対2に分けられちゃう。というこの平等が嫌だと思うんだったら、普通電車に乗っていくと損すると思うんだったら、特急電車あるいはグリーン券を買うしかありません。法律ではこのグリーン券を担保というふうに呼ぶことになってますので、次のページで担保についての説明を見ましょう。担保、優先切符は2種類ございます。普通世の中で担保というと、何かのものを型に取ること。物的担保をイメージすると思います。この家は型に取った。この家は担保に取ったってやつですね。で、もし実際に担保に取ると、担保物件という、ね、権利を取得した、まあ、一番有名な例えば抵当権なんていうのが有名で皆さんも、大人で知ってると思うんですけど、そういうふうな担保物件という権利を取得することになります。ところが一般にそうなんですけど、法律は担保、優先切符はもう一個特許権種類ありまして、人的担保、ね、誰か、ね、債務者のお父さんを保証人したという方法があります。なんでこれが優先切符かというと、他の人、保証人をお父さんを保証人として取ってない他の債権者はお父さんにはいけないのに、保証人にとった債権者だけがいける。だから他の人よりもお父さんに対しては優先するということで優先切符になる。物に対して担保物件を取るか、保証人を取って人に対して優先するか、優先切符は2種類あるということになっています。じゃあ物についての優先切符をちょっと分類してあげましょう。一つは法定担保というやつです。もう一つは約定担保ということです。どういうことかというと、設定するっていう言葉を使うんですけど、担保をつけようとしてつけれるのは右側だけです。要するに債権者と債務者との間で完全に債権がちゃんと純粋に払ってもらえる、心配だと、信用がないと、だから担保を取らせてもらいますよ、分かりましたっていうふうにお互いに合意して設定するのっていうのは右側だけなんです。
約束して担保を設定する。抵当権や質権。質権は分かりづらければ別の問題やってますけど、質屋さんのイメージです。質屋さんがお金を貸してくれるときに信用がないから物を入れますよね。宝石とかネックレスとか。それが質権というやつです。抵当権というのは住宅ローンと借りるときに信用がないから、その購入した家を銀行の担保とかにしますよね。あれが抵当権。いずれにしろ質をつけますよ。はい。抵当をつけますよ。はい。という合意をしてるんです。それに対して左側、今回これ詳しくでやるんで、心配しないでほしいんですけど、法定担保といって、約束したわけじゃない。当事者はね、こういう何とか権っていうのがつくと思ってるわけじゃないんだけど、法律が自動的に発生する。自動的に生んでくれるのを法定担保と言います。まあ、留置権と選手なんて先取り特権って言うんですけど、留置権の先取りがあるんですが、まあ、これ中身はまた後で。特に先取りは例をいっぱい入れてるんで、やっていきたいと思います。詳しく見ていこうということで、債権回収と差し押さえということで、平井さんという人が田中さんからお金を借りた。まあ、田中さん銀行員かね。見かけがちょっと銀行員っぽいですけど、お金を借りている人だとしましょう。弁債権に払えば、実は、何ら難しいことはありません。債権は銀行が平井さんに持ってたかもしれませんが、払われたんで債権が消えるということで、これ以上何も申し上げることはございません。大体法律っていうのはトラブルを想定してますから、今回のトラブルの場合に行きましょう。平井さんが払わないということです。そうすると田中さんは平井さんに払ってねという催促をします。もちろん、ね、日本人は真面目で善良ですから、ほとんどの人はその段階で払うと思います。多少日にちに遅れてて請求されちゃったとしても、請求されれば払う人が圧倒的だと思います。しかし中には払わないやつが出てくる。そうすると田中さんが平井さんの家に行って物を持っていっちゃうと、これは別の問題で、ビジネスホームで4問か5問出てますけど、自力救済の禁止といって、いくら債権者であっても勝手に財産を持ってきたらいかんというルールに抵触しちゃいます。そこで、田中さんはルールに抵触しないように裁判などをかける。まあ、あるいは最初から調停とかする方法もあるんですけど、しまして、さっき冒頭で見ました債務名義って、別の問題です。死ぬほどやってますが、債務名義というペーパーをゲットすることになります。もちろん、真面目な債務者たちは、そういう裁判をしたり、あるいは調停をしている最中、すなわち、債権者が債務名義をゲットしようとしている最中に、まあ、やばいな、これ。裁判まで起こされたよってことで、もうそろそろ払う人がまたほとんどです。しかし、中には、裁判終わって判決が出た。あるいは裁判中に和解もしたにもかかわらず、さらに払わないやつが出てくる。そうすると、ルールでいくには田中さんは、平井さんの財産を差し押さえ、いわゆる強制執行をしなければいけないというのが、一連の流れ、ノーマルな流れなんです。その時に働いてくる原則がということで、次のページです。その時に働いてくる原則が、債権者平等の原則と言いまして、先ほど、ね、田中さんはめでたく裁判して、債務名義というペーパーをゲットして、判決文とか和解書とかをゲットして、差し押さえまで進んできたんですけど、他の債権者が競合してくる恐れがある。要するに、平井っていうのは、ね、田中さんの借金を踏み倒そうとしてるやつですから、いわゆる、もう、真っ赤か、火の車である可能性が限りなく高い。そうすると、例えば田中さんがルール通り、債務名義を取って、判決文とか取って、差し押さえに進んだと。平井さんの銀行の預金の差し押さえした、あるいは平井さんの不動産を差し押さえたとしても、他にも、平井の債権者がいた場合にみんな同時に押さえてくる恐れがある。そうすると同時に押さえられたと、競合されると、さっき冒頭で言ったように、それぞれの債権者の金額に応じて割り算をさせた。暗分をされた。暗分というのは割り算です。すなわちそれが債権者平等の原則といって、どんなに田中さんが頑張って裁判とかしたとしても、最終的には割り算にされて、平井のわずかな財産をみんなで分けると。なんか、美味しくねえ、具が少ねえ、鍋の具材をさらにみんなで分けるみたいな、そういう昔の、貧しい学生の、なんか闇鍋みたいな世界になってちゃうんですね。ほっとくですね。ただ、これちょっと一応実務上注意しておきますけど、これでいいんですよ。試験上は絶対これでいいと思うんですけど、実務上は、例えば預金の差し押さえしたときに、他の債権者が気づかないことがほとんどですよ。例えば、アコムさん、プロミスさん、レイクさん借りてたときに、アコムさんが差し押さえたからといって、レイクさん、プロミスさんは、アコムさんが今頃依頼の預金差し押さえているなんて気づかないから、現実には競合しないことたくさんありますけど、競合したらば、あくまで割り算になっちゃう。平等の原則になっちゃうというふうな話になります。そこで、平等というのはね、
世の中の道徳としては正しいんですけど、債権者としては困るだろうということで、優先切符をゲットしたいというふうに債権者だったら思うんですね。競合してしまうと、ね、全額回収できるかどうか非常に不明だし不安だしということで、優先切符が欲しいというふうに債権者は思う。優先切符欲しいと思ったら優先切符の種類を勉強しておかないと、分かんないということになりますから、あるものに対して担保、ある人に対して担保、要するにあるものについて、ね、このものについては君らは差し押さえて手出せないように僕が優先だよという状況だ。あるいはさっき言ったら保証人という人間を取って、ね、君らは債務者にはいけるかもしれないけど保証人に対してはうちだけがいけるんですよと、保証人に対してはうちだけ優先しますよという優先切符、優先状態を作り出さないとあくまで平等に戻っちゃうということになります。はい、まずは、多分手軽だと思います。人的担保、保証人の方を言っちゃいましょう。人的担保というのは保証人のことです。田中さんは平井さんにお金を貸していました。もともとは田中さんと平井さんしか登場人物はおりません。しかしこのままだと平井が踏み倒そうとした時に田中さんは、ね、いくら、裁判を起こして差し押さえしても他の債権者と、暗分になっちゃいました。嫌だったら田中さんは自分にしか請求できないキャラクター人間を作っておいていいです。それが、保証人ってやつです。なんか、あ、保証契約の矢印がおかしいな。なんかこれおかしいな。ごめんなさい。保証契約はとっても大事なところです。ごめんなさい。ここです。債権者と保証人との間、保証契約。この赤い矢印は無視してください。ね。田中さんはお父さんと保証契約を結ぶことによって、あくまでね、平井には他の人と平等かもしれないけど、お父さんに対してはうちだけがいけるという状態を作り上げることができます。田中さんが、平井さんお父さんと債権者が保証人と保証契約を結ぶと、田中さんは債務者だけでなく債務者のお父さんに対して保証債権、ね、債務者との間と別途もう一個権利をゲットすることだと思います。ただこれ別の問題でやってますけど、保証契約って、ね、平井さんのお父さんから見ると迷惑限りないですから、平井さんのお父さんと田中さんとの間で口約束で成立するような名前優しいものではありません。非常に法律の中では珍しい様式契約といって、書面、あるいは括弧して電子的を書面に準ずるようなメールとか LINE、 要するに形に残るものでないと保証契約というのは結べませんですね。で、めでたくその書面あるいはメールや LINE で結べた場合なんですけど、他の、あ、これ間違えてな、今回ちょっとごめんなさい、ちょっと多いかもしれない。他の債権者ですね。他の債権者は平井さんにしか行けないのに、田中さんだけは平井さんのお父さんにも行けるということで、優先切符をゲットしたということであります。これが人的担保の話になります。物的担保というのはあるものについて担保を持っている、要するに何かのものを型に取ったという状況です。はい、2つあるというふうにさっき言いました。1つは法定担保です、ね、債権者や債務者がこういう担保をつけようぜ、分かりました、仕方ありませんね、そういうやり取りをしたとしてもあるんじゃなくて、法律上認められている場面は当然生まれるし、当時はつけようと思ってつけれるわけじゃないし、逆につけたくなくても生まれちゃうしみたいな、勝手に生まれるし勝手にはつけれないような担保物件です。一つは留置権、一つは先取り時計、これは後で、例を挙げてあります。もう一つは約定担保です。お互いに、ね、今回債権債務ありますね、ありますな、君のこと信用してないんですわ、わあマジですか、困りましたね、いや困るんじゃなくて担保として型をつけさせてもらいますよと、仕方ないですなということで、お互い約束して担保をつける状態です。一つは質権といって、本当は質屋さんは本当に質権じゃないんですけれども、一応分かりやすくすると質屋さんのようにお金を借りるときに物を差し入れるパターン、定当権といって住宅とかを買うときにその住宅に銀行の担保をつけるパターン、これはいずれも質屋さんとお金借りる人、銀行と住宅ローンを組む人は分かってとお互い約束の上で担保をつけている状態ですですかね。で、試験で結構下の方が出るんですけど、今回の問題は主に上に関係あるので上の方をもうちょっと詳しく追加でやってみましょう。はい、まず法定担保のうちの留置権、すなわち当事者がつけようと思ってもつけれない、逆に、つけるつもりがなくても勝手に生まれちゃう担保の1、留置権です。具体例の下からいきましょう。債権が左から右にあります。ちょっと一瞬逆に感じるかもしれませんが、
石井さんが時計とか車の修理をしてほしい時計や車の持ち主です。壊れちゃった人です。鈴木さんが修理工場です。石井さんが物の修理を鈴木さんされました。そうすると鈴木さんが鈴木モーターズとかさ、鈴木時計店が石井さんに対して債権を持つことになります。いいですね、債権持ちました。いいですね、まだ担保の話してないですよ。この時にいいですか、法定担保ですから自動的に留置権という権利も生まれるということです。どういうことかというと、鈴木さんはその預かった時計やら車について、修理代払うまでは、修理代を石井さんが払ってくれるまでは修理した時計や車を型に取れる、留置できるという担保権が自動的に生まれます。なぜ自動的？法定担保権です。あるものについて権利が生まれた、時計や、車について修理代という権利が生まれたら、その、修理代などを払ってくれるまでは時計や、車を返さなくていいという権利です。ですから石井さんが料金も払わないのに、車引き取りに来ましたって言ったらダメって言えるわけですね。もちろんね、当事者間の契約で先に引き渡して後日代金を納める契約だったら別ですけど、ね、例えば同時とかの場合だったらば、取りに来たところでダメだよ、私は留置権があるからあなたが金を払ってくれないと渡せませんよというふうにして物をとどめ置いておく権利、修理屋さんがとどめ置いておく権利、これが留置権になっています。結果、ね、もし債務者はさっき石井さんだっけ、石井さんが金をね、これちょっと同じようにあれよ、修理代とかそういうんじゃなくて、石井さんがサラ金とかまで金まくったんですよ。そうするとサラ金とかもたくさん石井さんの財産を狙ってると。でその時に、サラ金がもし石井さんの時計を差し押さえたりとか競売しようとしたとしても、いやいやと鈴木さんが、僕は留置権があります、いくら皆さんが競売したとしても僕の代金を払ってくれなければ、僕は留置権があるから時計を渡しませんよ、ね、さらにアコモさんの競売しようとしてもアコモさんは悪いけれども、僕の時計に留置権があるからあなたの競売に対してご協力できませんよ、法律で守られてますからということによって、時計をこういうふうに抱えておくことができる。そうするとアコモさんからするととりあえず修理代を立て替えてあげないと競売できませんから、結果的には今の場面で言うとアコムさんは、鈴木さんに時計の修理代を払うと思うんです。言ってみれば結果的に鈴木さんはアコムさんよりも優先的に修理代を回収することができた。鈴木さんは優先切符を持っているということですね。アコムさんはその後、ね、鈴木さんから時計を返してもらってようやく競売してその代金からアコムさんは債権回収できるんだけど、鈴木さんは、その前の段階でアコムさんに競売したいんだったらまず金払ってねということで優先切符をもらうことができるということで、まさしく優先切符だから、このものに関しては俺が型を追ってる、優先しているという担保権をゲットしたということになります。で次が先取り特許です。これねちょっと言い方つらいと思うんですけど、ある債権を法律上というのはですね、政策上、ね、まあ、国会の考え方、政府の考え方、国民の考え方として、この債権をどうしても他の債権よりも優先させた、要するに回収が無事進むようにしたという、何らかの理由があるときに、先取り特権という担保を法律上発生させる、ね。当事者間はそんなこと意識してないかもしれないけど、法律上こういう場合は先取り特権あるんですよ、ということによって、なるべくその債権が優先的に払われるんですよ。極めてね、なんかそういう政策的な、なんか後付け的な理屈で、優先できる担保権です。これだけで意味わかんないと思うので、具体でやっていきましょう。はい。ある貧乏会社で働いてしまった従業員、残念ながら給料の未払いが起きてしまいました。給料未払いという債権が生まれました。この時に当然、給料債権というのは、国民の感情から言っても、ね、国会議員や政府の考え方から言っても給料っていうのはなるべく払われた方がいいですよね。そうじゃないと労働者の生活は非常に酷になるじゃないですか。ですからなるべく給料は無事払われるようにしたいと、ね、貧乏会社ですから他にも銀行とか借金がいっぱいあるんでしょう。でもそれらよりも優先させたいということで担保物件を従業員にくっつけてあげることにしました。先取り特権という物件を法律上発生させることにしました。給料が払われないんだったら B さんは A さんの財産をいきなり競売できる。いいですか。普通の流れというのは裁判とかして、あるいは調停とかして債務名義というペーパーを持って初めて強制執行できるんですね。
ところが、この状況というのは先取り特権という特別優先切符を B へ持ちますから、あくまで A の財産についてはいきなり競売することができる。そして、優先して代金から自分の賃金を回収することができるという先取り特権を無理やり法律で発生させるんです。なぜ、さっきも言いましたように、この法律の考え方、あるいは国民の通常の考え方からといって、給料の債権というのは未払いになったらあかんと。ね、給料債権は保護すべきだという、そういう価値判断のもと、後付けで、こういう権利を、生ませることにしました。後付けっていうのは、その、なんつうかな、当事者が設定したわけじゃないんだけど、法律を強制的にっていう、そういう意味です。別に、タイミング的に遅れるっていうんじゃなくて、こういう給料債権も生まれると、先取り特権も同時に生まれます。そうすると、貧乏会社から見ると、不払いを起こしていると競売されちゃうから、競売されるのは嫌だから、基本的には給料債権は払うようになるだろうし、それでも払えないダメな会社だったら、実際に従業員は会社の財産を競売して回収することができる。これが先取り特権の1個の例になります。次の例、しつこいけどこれも法律上あるいは国民感情上優先させようと思ったことです。今度は逆に貧乏の人、貧乏の個人がお葬儀を頼みました。ね、自分の中からお葬儀を頼みました。当然葬儀代を払えという債権があります。貧乏な人だから払えないとしましょう。この時にもし葬儀代が払われない場合に、実はここでも先取り特権が生まれています。葬儀代については先取り特権があるというのが民法と法律で決まっています。葬儀代が払われないんだったらば、葬儀屋さんは A さんの財産を競売して優先して、自分の葬儀代を回収する。A さんは葬儀代も払わないような人ですから、やっぱりサラ金とか、最悪もっと置かない金融会社、他の債権者がいると思うんですけど、平等ではなくて、A さんの財産を競売した場合、B が優先する。しかも、ね、普通差し押さえするには、裁判して債名義を取ってから初めて強制執行差し押さえできるんですけど、じゃなくて、もう優先切符持ってますから、いきなり競売できるということになります。ちなみにこれは何だろうな。さっき従業員の方は、従業員がかわいそうだから、ね、従業員の労働賃金が払われたらかわいそうだから優先するっていうのが分かる。なんでこれ葬儀屋さん優先なんだろう、ね。葬儀屋さんの中の利権があるか持ってるのか、そうじゃないです。葬儀屋さんを優先しとかないと、葬儀屋さんの債権を確実なものにしとかないと、怖くて葬儀屋さんは貧乏な人から葬儀を受け入れないってことなんです。貧乏な人が葬儀を受け入れるようにするために、この先取り特権を生んだんです。わかりますか？一見すると、葬儀屋さんを保護しているように見えます。結果的にはそうなのかもしれないですけど、葬儀屋を保護するってことは、葬儀屋は自分らの債権は回収、安心して回収できるから、お葬儀を心配なく受け入れると。そうすると、金がない人でも葬儀頼めるだろうという、まあ、結果的にはこの A さんを、A さんの葬儀を出せる利益のために、B さんの債権をあえて保護し、他のサラ金とかにはないともらうと。そういう制度です。これも先取り特権といって、法律上当然に、権利を生む、担保物件を生んでいる場所です。次も、やっぱり優先権なんですけど、これ2つの例をまとめちゃいました。ある動産、動産というのは不動産でないものです。まあ、ハサミでも消しゴムでも人形でもいいんですけど、動産の売買がありました。当然、売り主は買い主に対して、代金債権という債権があります。あるいは何か品物を運送会社に運びました。運送屋さんは注文主に対して運送料を払えという債権があります。これ無事払われると何の問題もないんですけど、もし無事払われない場合に、やはりここに実は目に見えない先取り特権という担保が生まれていました。ということはどういうことかと言いますと、もし A さんが物を買った買い主が代金を払わない、あるいは、運送を頼んだ A さんが運送代を払ってくれない場合、売り主の B さん、あるいは運送屋 B さんは A さんの財産をいきなり競売する、債務名義も取らずいきなり競売することができる。そしてもし他に債権者、銀行やサラ金がいたとしても、君らは後だよ、うちが優先切符を持っているから A の財産からうちは優先して回収しますということができる。なぜならば先取り特権という目に見えない権利が法律上保障されているからなんですね。こうなると当然、物を動産を買った人、あるいは、物を動産を運んでもらった人、 A さんのような立場の人っていうのはこういう競売なんて食らいたくないですから、他のサラ金とかはほっといたとしても B さんに優先して金を払うでしょうし、もしそれでも払わなければ、そしたらば実際に競売されちゃうということなんです。これは何かというと、やっぱり、国の政策上、ね、なるべく、
これはね、A さん法というか、なるべく、まあ、何、こういう債権というのは、まあ、結果が A さんの方になるのかな。こういうものが滞るとなると、結果的には、運送とかしてくれる人がいなくなる。物とか売ってくれる人がいなくなるから、それは困ることになるから、スムーズに払わせる。スムーズに切符を与えることによって、B さんが安心して売れるなんて、そういうことなのかな。両方でもやれば、これを B を弱者として保護する趣旨もあるだろうし、逆に A さんが注文とかできなくなると困るから、結果的に B を保護するって両方の意味なのかな。まあ、そんなような感じで、先取り特権という特権、切符を上げていることになります。この先取り特権、あまり試験に出ないくせに結構面倒くさい分量があります。実務上多いのを最後の例として言っておきましょう。A さん、マンションの住人です。住人といっても、部屋を借りてる人じゃなくて、お部屋を持ってる人です。いわゆる分譲マンションで部屋を持ってる人です。見てる視聴者の人は大人なのでよくわかると思うんですけども、そうすると管理組合に毎月3万とか4万って管理費って払うじゃないですか。結構高い人なんでね。で、ところが A さんが管理費を滞納しだしたとしましょう。しつこいですけど、法律っていうのは順調に管理費を払っているときは何の問題もない。何も頭を使わせないんです。しかし管理費が滞納しだしたときに、実は B さん、B さん、管理組合 B は A にただ請求するだけじゃなくて、いざとなったらば、A さんの分譲のお部屋を、人の部屋を、住んでる部屋を、いきなり競売できるという権利になります。なぜならば、これにも実は、法律上、先取り特権という権利が、法律を作ってあるからですね。管理費を滞納した場合は、先取り特権が出るというふうに法律に書いてあるからですね。そうすると、当然 A から見ると、ね、たかだか月3万の管理費を滞納した結果、ね、自分の所有物なんですよ。借りてる部屋じゃないよ。所有してる部屋を、失うのはたまったもんじゃありませんから、もう超払うという状態になります。ですね。まあ、これがよく言われるんですけども、本当に管理費滞納してる人が、管理組合から、ね、最初請求されてたのに、いきなり今度は競売しますって聞いて、本当にもう激怒するとか、びっくりするとか、激怒して、そんなことあるわけねえだろうって調べたら、本当に競売されることが分かってね、先取り特権って何も分かってびっくりするって言ってますが、非常にびっくりするんですけど、実務上よくあることです。結果的に、3年4年管理費滞納して本当に競売されちゃうこともあります。はい。これも先取り特権の例で、要するに法律上、管理費を払わせないと、マンションの修繕とかできなくなるから、マンションがボロボロになっちゃうから、それは社会経済上良くないということで、管理費をなるべく払うように法律は考えています。結局、今やった先取り特権というのは、どの例も法律として、給料とか、葬式代とか、動産の売買代金とか、動産を運んでもらったお金とか、マンションの管理費とかね、こういうのが何らかの理由でね、債務者の保護をしたいのか、あるいは債権者の債権を保護したいのか、理由は2パターンあると思うんですけど、何らかの理由で、とにかくその債権がスムーズに弁済されてほしいと。その債権が弁済されなくなっちゃうと、債権者が困るとか、あるいは結果的に弱者である債務者が頼めなくて困るとか、いろいろパターンあると思うんですけど、とにかく法律が他の権利よりも優先したいと、優先切符を与えたいと考えているからですね。その結果、ね、当事者間では担保を設定したつもりなかったとしても、法定担保物件である先取り特権というのを、法律が強制的に生んじゃうというのが先取り特権の仕組みでした。はい、最後問題はどうってことない問題です。最初、兄より債権者は、債権額に応じて、安分された額しか、回収、要するに割り算になっちゃうということで、平等の原則みたいなことが入っていればいて、当然11万ということになります。そして、そこでというふうに話切り替わりますから、いわゆる優先切符の話だということで、意図を生みますと、いは特定の財産か、うは債務者以外の財産者か、いは一瞬特定の財産というと、まあ、勉強するとね、あれ、先取り特権って実はとかって、実は先取り特権っていうのは、債務者の全財産からも取れたりするんで、ちょっと難しいんですけど、分かりづらいんですけど、そんな難しいことを考えても、うの方が、第二三者って人に対する担保を言ってますから、うが5番で、いはそんなややこしいこと考えなくて、対人じゃないからその反対語である、対物だろうということで、14番の物的担保をいけると思います。そしてところでね、物的担保の字詳しく行こうぜということで、法律を定める要件を満たせば当然ということで、法定担保になるんじゃないでしょうか。あれ法定担保ねえぞ、した。ありますか、ごめんなさい。1番がなります。そして法定担保の主ということで、種類を引いております。をについては、不動産の賃料というのは、ちょっと勉強場合なくてもしょうがないですが、動産を売った時の代金、従業員の給料、といえば、これは
法定担保っていうのは留置と先取りしかないんだから、ね、留置権というのは物を預かった時の修理代なんだからそれは違えだろうということで先取り特権の4番というのは、いけると思いますので、まあ、正直言って問題としてはちょろちょろですけど理解としては大事なので、よく押さえておきます。またね、法定担保じゃなくて役場の担保特権については別のところで詳しくやってますのでその時はよろしく。